山田です。本日はですねスペシャルウィークエンドの開催当日でございます。今日はですね土曜日ということで、伊藤園もしくは蔦屋、はい、このどちらかの参加券を入手している方はスペシャルウィークエンド、これ参加することができるという感じですね。チェックインのポケストップ、スポンサー系ですよね、そこで入力することで、入るんですけども、今回上野に来てますね。で上野、はい、今こんな感じですね。もうその辺至る所にチェックインのねあれがありますということで、タリーズコーヒーで、はい、こんな感じでくるくるくると回すとバーコード読み取りもしくはコードナンバー入力っていう風になりますということで、ちょっとね、実際参加券のコードを入力してこようと思います。よし OK チェックインしました。はい、ということでこれで周囲のポケモンの総数が一気に書き換わるはずで、メダルをゲット、ありがとうございます。周りのこのケムストとかがねシュンと変わってくれる気がするんだけど、変わらないのかな。待ってニアバイ変わりました。サイホーンが出てきて、エレブ、あと下のマニノコ、この辺は多分対象ポケモンですね。はい、デモに、でも俺のあれか、ここからはケムストですね。ケムストはいらないかな。とりあえず安納欲しいんで少しうろうろしましょう。ついでにそこのギラティナちょっと挑戦していきましょう。行ってきます。あ、出てきた。相方、はい、こいつは一応持ってるな。俺いつ手に入れたっけな。とにかくゲットしていきましょい。はい、安納はねちゃんと整理しないとな。はい、1回目、はい、2回目、はい、3行かない、3揺れ行かない。今回みたいにねこういうソフトバンクとか、まあ、前回ねあと今回のこういうスペシャルウィークエンドって持ってる人も多いので、そういったところで入手したのはもうある程度ね確保して、博士に送っちゃってもいいのかな。はい、よし、とりあえずアンノーンゲットだぜ。はい、はい、サイフォン、まあ、サイフォンだったらね今ドサイドンいるじゃないですか。だから、普通に雨いくらあってもいいし、あと高個体値をここの今日のスペシャルウィークエンドで厳選する、あー、意外と良かった、厳選するっていうのも全然ありかなーなんて思います。はい、あれか、ドサイドンもそうだし、あとさっきブー、エレブーも出てたじゃないですか、ニアバイで。で右側にブーバーもいるから、あ、これ多分そういうことなんじゃないかな。神王の石で進化するポケモンたち、これを厳選してんじゃない、厳選してくださいよみたいな、そういう感じなんじゃないの。なんかね、でそれで考えるとさ、ヤンヤンマもね、まあもともと虫だから今回ね期間、イベント期間でもあるんですけど、単純に今なんかめっちゃ出てるよね、出やすくなってるよね。御三家とアンノン以外の出現率が上がっているポケモン、今日ね、このスペシャルウィークエンドで進化するやつらは多分神王の石と関係させている気がする。あーつうかもう時間はだいぶないな、ちょっとギラティナ行ってきましょう。一旦ギラティナ行ってきます。よし、やってみましょう。よし、ギラティナ倒した。新ピンクスだろ。20は来るか。まあとりあえずやっていこう。うん、まだ慣れてないんだよね。めっちゃ軽く投げますね。よいしょ。はい、OKOK。いいぞ。OK。よし。結構サッと捕まってよかったですね。めっちゃ宝くに当たってらっしゃいます。あ、まあまあって感じだね。OKOK。次よ。素なのかってぐらいチコリータ出てるね。まあそう簡単に出ませんよね。一応マリノコもチェックしとこうか。うん、まあ通常だね。よいしょー、見つけました。N 型、いやお前はしっかり言ってない、お前じゃない。はい、こっち、よいしょ。はい、OK。 さっきが I で、今回が N だから、I が伊藤園で、N はなんだ、あ、伊藤園の N か。ということは、あと T 型トッチもいるんだっけ。ちょっと今回出るアンノンの方、一回確認していきましょうか。はい、ちょっと確認してきました。今回の伊藤園と、まあ、蔦屋ということで、アンノンが蔦屋の方に対応しているのが T と Y ですね。で、伊藤園が I と N、 今僕が捕まえたやつだから、僕が今、出てきたのは伊藤園のやつですね。これどうなんだろう、蔦屋の方にログインしないと T と Y が出ないのかな。ちょっと気になるね、その辺はちょっと気になるところです。一応ちょっと僕の図鑑確認してみましょうかね。これが今僕のですね、アンノン図鑑なんですが、 N 型いるでしょ、 I が N、 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 T、 T、 T 型、 Y、 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 Y、
あ、一応全部いますね。オッケーオッケーオッケー、一応全部いるみたいです。とりあえずですね、捕獲していきますと、さっきあの捕獲のあれの捕獲はしてるんだけど説明しなかったんで言うと、はい、星の砂、はい、300でしたね。はい、今効率グーンと上がってるんで、何のポケモンでもいいか捕まえた方がいいですね。アンノーンって結局その1種類捕まえればね、その後はもういいわけじゃないですか。まあ高個体次元線、個人的にはブーバー、エレブー、サイフォンあたりかなの高個体次元線をしつつ、星の砂を集める、そんな感じのイベントっていう認識に結局なってますかね。あ、おお、待て待て、これ大事大事、グライガー大事でしょ。はい、こいつもね、さっき捕まえてるところ映せなかったんですけど、よいしょと、今回の出現率が上がっているポケモンの、おそらく一つだと思います。あれがね、こいつも信用の石必要なポケモンだからね。 OK、 グライガーゲットだぜと。お、こんなタイミングで、はい、よいしょ、ストライクさん、色は普通でした。残念。そう、またね、色違い厳選のためにね、時間取りたいな、タスクをねこなしたいね、ストライクもね、うん、もちろん巣に行きたい、両方あるけどね。いい、3回目、はい、カチリ、オッケー、とりあえずストライクもゲットさせ。そう、今回ね、面白いのが虫タイプのイベント来てるわけじゃないですか。で、虫タイプはまあ、その引き続き出てるわけですよ。で、いや、このスペシャルウィークエンドをやるにあたって結構皆さん危惧していたことが、この、ログインしちゃうと、そのログイン中に例えば、何々の巣の効果、どっかの巣に行ってその巣の効果が消えちゃうんじゃないかというふうに危惧している声結構ありました。今東京だとね、有名なのは日比谷公園がストライクの巣になってるんですけど、そこがですね、ストライクは全然効率落ちてる、もしかしたら落ちてるのかもしれないけど、ちゃんと出てるよっていう、お話でした。うん、なので、そこはこう、なんて、じゃあ別物なんだなと。はい、そこは結構ありがたい話ですよね。だからやりたかったポケ活もやりながら、スペシャルウィークエンドのレアなポケモンたちも取れるっていうね、両方取り、いいとこ取りができますんで、すげーピーポーピーポーでございますね。まあちょっと引き続きね、星の砂集めしていきましょう。見つけたー、はい、キー型です。さっきがね、伊藤園の、僕今回ログインしたんで伊藤園の方だけかなと思ったら、津田屋の方も、はい、アンノーンちゃんと出てきてくれるみたいですね。よかった。で、今 T 型のね、反対側、道の反対側にですね、もう一種類アンノーンいました。はいはい、 Y 型、山田の Y、 いや、津田屋の Y なんだね。よいしょ、はい、 YMDなんか並べてみたいですね。ほら、やった、はい、山田の、うん、わい、ゲットだぜ、イエーイ。はい、あの後も結構ね、ぐる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 回ってまして、今はですね、銀座から歩いてきて日比谷公園のね、すぐ近くに来ております。なんでかっていうと、さっきさ、巣に行っても今回のこの、スペシャルウィークエンドの効果が、ちゃんとあって、かつ巣の方のポケモン出ますよって話したじゃないですか。それ実際にちょっと映像でね、お届けした方がいいかなと思ったので来ましたっていうのは、建前で、まあ、普通にストライクの色違いになりたいだけなんだけど。はい、ちなみになんですけど、今向かってくる途中ですね、すごくすごく運が良くてですね、ツイッターの方にはもうね、普通にもう隠さずに書いちゃってるんですけど、タスクさんのストライクをね、歩いてる間も結構ですね、普通に進めていて、タスク2個ポンポンと、ね、同時に2つこなしたんですね。そしたら、2つとも1160って、1160って100% なんですね。はい、ストライクの 100% 今まで持ってなかったんですけども、すげえ短時間に2匹出すことができました。はい、僕ちょっとマジで今回色違いだけ狙ってたんですよ、本当にね。でも思わぬ副産物で、じゃあちょっとね、ストライク普通に巣の中に出ているかどうかのチェックをちょっとしてこようと思います。チェックだけしたら普通にストライク狙おう。はい、出ましたね、よかった、いたぜ、よいしょ。うん、まあ色はそりゃね、無駄に CP が高い、よいしょ、 OK、 よし、ちょっともう何匹かね、さすがに捕まえないとね、うん、普通です。はい、こいつがですね、ストライクのタスクですね。よいしょ、色違いだったら嬉しい。まあそんなもんですよね。とりあえず今すぐ近くにですね、ストライクのレイドがあったんで入ったんですけど、
ストライクレイドにね20人集まってた今びっくりしたわ今そんなことあるみたいな。でもちょうどストライクの巣の日比谷公園の中にだからちょっと条件が良すぎたね、うん、みんな今求めてるタイミングだったからそりゃ来るわみたいな。はい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 、オッケー倒した。これが色違いとかだったら嬉しいんだけど、そう残念ですね。はい、ということで、まあ、巣がね、ちゃんと、機能しているということが分かって、個人的には良かったな。うん、どうなんだろう、でも吸われてたりはするとは思うんだよね。もちろんアンノーンとか、あと御三家、あとはエレブ、ブーバー、この辺の脇はすごく多かったので、通常の、なんていう出現のポケモンの、確率を、いやそいつらイベント対象に引き換えて、で、巣、要はその特定の地域、この場所だけはそういうポケモンが出やすいよっていう風にこういじっているやつはそっちの方が多分優先なのかな。なんかそんな気がする。だから、巣イベント通常みたいな感じで、その通常のところだけこう入れ替えてるみたいな、そんな感じになってる気がします。はい、まあでも内訳で、細かい内訳とかねさすがに分かんないんであれですけど、はい、ということであと1時間ぐらいね今日あれはできるんですけれども、スペシャルウィークエンドね一旦ここまでの素材をね、はい、ダイオちゃんに投げないといけないので、はい、一旦この辺で、終わりにしておきましょう。はい、それではね明日もね、まあこうスペシャルウィークエンド、楽しんでいこうと思います。セブンイレブンの方ですね。はい、ということでじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。